おはようございます、浅見ゆまです。この番組はオカルト大、いわゆる見せ大が本当に存在するのかを検証していく番組です。今回は私、浅見ゆまが実際に検証していこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、実戦時間はですね、60分の一本勝負2回戦を予定しております。いや、最初の店舗さんはこちら、ベガス1200店さんです。よろしくお願いします。いやー、もうね、あったかい季節もそろそろ間近ということで、こう見て皆さんにこうホットな気持ちになってもらえるようたくさん見せていこうと思いますので、どうぞ一緒に楽しんでください。それではですね、早速オカルト台をちょっとね、選びに行きたいと思います。すごい広いですね、いっぱいある。まずスロットとパチンコどっちがいいかなと思ってるんですけど、でも今日の気分的にパチンコにしようかなと思ってるんですよね。あ、ガロガロガロにしようかな、ガロにしよう、これに決めました。よろしくね、ガロ。それでは早速60分一本勝負いきたいと思います。イエーイイエイイエイイエイ。あ、寝るかな。でも今日はね、いっぱい見せられるように頑張るんで、スタート。いや、多分2回目とかぐらいな気がします。もう全然、うん、いや、自信もありますよ。おなになに、びっくりする。結構すごい、もう全然負けたとかダメだったって日がそなくて、割と当たる率の方が高いはずです。なので自分なりには期待はしているんですけど、引きはそう強い方です。なんかこう、あ、なんかチャンス、あーあー、あれ、なに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 、うわー、ガロー、あれ、結構なんかいい感じじゃないですか。こい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 、うーわー、え、なになになに、やばいやばい、これ来たんじゃない来たんじゃない来てない、お願いお願い、あああれー、な、演出入りました、当て当て当て、やったー、え、そうですね、ここからここからどういくか、お願いお願いお願い、撃破しよう、撃破、頑張ろう、撃破できるかな、お願い、頑張れ頑張れ頑張れ、
いや、めっちゃありさ、みやびちゃん。お願いします。もう右打ち。めっちゃテンション上がってきた。あーあー、また来た。いやー、すごーい、大きいガロー、かっこいい。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。いやー、あー、やばいやばい、喜びに堪能しちゃいました。そうですね、これね、1回だけじゃないですからね、まだまだ続きて。あ、この金のいいですね。お、なに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 、え、当たった、当たった、これちょっといい感じじゃないですか。わーわー、ふぅ、やばい、嬉しい嬉しいね、見た見た、見てます、ガロだよガロ、そんなやったー、いやー、お、あ、継続？やったね。いや、なんか最初のうちは結構そのガロの迫力に圧倒されてた感があって、今日ちょっと、まあいつもやる気は満々なんですけど大丈夫かなって思ったんですけど、もう大好きになりそうこのなんか数字もめちゃくちゃかっこいい。でも一番かっこいいのは、あ、な、た大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫、嫌いになってない、大丈夫あれ、なにこれ、あれ、レインボー、おー、あーあーイエーイ、私今日ガロと結ばれちゃうかもしれない、ごめんごめんねダメダメダメ。でもこれって60分のその勝負じゃないですか。そのひとまず1回でも当たったら勝ちなんですか。はい、そっか、オカルト代か検証してるのね。いいオカルト台な気がしますけどね。そうですよね。やだ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 、終わらないで終わらないで終わらないで、あ、なんかくるくるしてる、この保留玉、あ、やだやだやだ、4、3、あ、何今の思わせぶり、やだやだやだ、あり、あー、でっかい、はい、お願い、待っちゃいましたね。もうちょっといけると思ったんですけど。え？え？え？嘘？は？え、もう鳥肌、嘘でしょ？え？本当に？
でも今回割と早く収納されましたね。はい、でも割と本当にいい演出しか見れてないというか、嬉しいな。やだやだ、またカウントダウン始まるんですかこれ。はあ、そうですね、諦めない、来い。揃わないのかな、揃える、大丈夫、来る。6、終わっちゃいましたね。さっきはこれですぐまた来たんですけど、終わっちゃった。いけると思ったんだけどな。結果表示、あー終わっちゃった、終わっちゃった。4回か。で時間が終わっちゃったのかな、終了。いやでもいいオカルト台だったんじゃないんですか、いっぱい見せちゃえたと思うんですけど、どうでした、バッチリ。よかった、いいオカルト台に出会えてよかったです。まあもうめっちゃハッピーでした、やったー。そうですね、次の店舗も もっともっと出せるように頑張ります。はい、というわけで1戦目皆さん見ていただけましたか、私たくさん見せられたかなと思うんですけども、続きまして2戦目はこちらベガス1300さんにお邪魔したいと思います。それでは早速ですね、2戦目も行ってみたいと思うので皆さん見ててくださいね。見せちゃうよ。それでは中行ってみましょう。どうしようかな、さっきパチンコだったんでパチスロにしようかスロットにしようかすごい悩むんですけど、お、あれどこだろう、こ結構すごい、また広いね、迷っちゃいそう。綺麗ですね。あ、埋まってます、ジャグラーは空いてないです、割と、ペカらせたかったんですけどね。あ、必殺仕事人は大丈夫ですか。あ、じゃあちょっとさっきもちょっとこういう感じで結構見せられたんで、ちょっとこう今回必殺仕事人にしてみたいと思います。はい、それでは60分一本勝負ということで2戦目も頑張って見せたいと思います。頑張ります。よっしゃ、いくぞ。この剣さばきをね、またね、いろいろ見せられるといいんですけど、私の剣さばき見たいでしょう、もう。見せるから待ってて。やっぱすごいやつをね見せたいんですけど、あー、あ、助けて、あー、なかなか助けてもらえない。あれー、私のせいですかね、私がもうちょっとか弱い感じだったら、かわいい、か弱い女性で、じゃあおかしいな、か弱い感じ。
出てきた。か弱いモード、か弱い女性。あちょっとなんか喉が痛くてお腹も痛くなってきちゃった。なんか苦しいよ、助けて。あーもう辛い辛い。あこういうか弱いじゃないのか。どういうか弱い女性。流れ変えます。とにかくやっぱり念を入れてこするという、もうとにかくもうお願いするしかないんで、至る所はもう本当お願いします。本当に見せちゃっていいから、本当にいいよ、混ざなくていいからね。ね、もうすぐ見せてくれていいから大丈夫だと思いますね。いっぱい見せていいよ、見せて見せて、私も一緒に見せるからね。ね、そう、もう結構、あ、ごめんなさい、勢いが余っちゃって右打ちになっちゃった。あ、確かに今日その気合い入れてないですけど、割とこう台にお願いお願いっていうと割と出ることが多かったりするんですよ。だけど確かに今日はまだちゃんとお願いできてなかったかもしれないので、やっぱ私のお願いがこう通じてなかったのかな今のところ。なんか悔しい、その第一戦目がもうめちゃくちゃいい感じだったからこそ結構今焦ってきました。やだー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 、うわー悔しい。ダメでしたね、見せられなかったですね、ごめんなさい、私のか弱さが足りなかったです。はい、というわけで1戦目2戦目両方終了いたしました。まあちょっと2戦目は本当に悔しくて何も出なかったですかね、何も。結構来るのかなっていう期待もあったんですけど何も出てこなくてとても残念でした。だがしかし1戦目でですね結構まあ見せられたので、2戦目あれだけ見せられなかった人もまあまあまあっていう感じでお願いします。まあそんなわけですね、まあ、2回戦とも、体験したんですけども、また機会がありましたら、朝に今たっぷりこう見せられるように頑張りたいと思いますので、どうぞまたよろしくお願いします。ミスチャイナ見てくれてありがとうございました。朝見山でした。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。